こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は6月25日です。今日は西日本豪雨災害で流出した大鳴橋架け替えの工事完成いたしまして、その式典行われます。今日は大川地区、こちら旧大鳴小学校の体育館に来ております。これから式典の模様、また渡り初め式の模様をお届けしたいと思います。会場の体育館です。
さん、おはようございます。大洲市長の二宮でございます。本日は多くの皆様に出席を賜りありがとうと思っております。私、感無量であります。それでは式辞を申し上げたいと思います。本日ここに大南橋開通式を挙行するにあたり一言ご挨拶を申し上げます。本日は愛媛県知事中村時博、衆議院議員長谷川淳二さん、参議院議員山本淳道さん、愛媛県議会議長渡辺博様をはじめ多数の皆様のご臨席を賜り心から御礼を申し上げます。大南橋は一級河川肱川を渡る支道橋であり、森山本村地区の主要地方の大津の村線と鳴野下区の国道197号を結ぶ重要な道路であるんです。地域住民の日常生活に欠かせない大変重要な地で、4年前この大南橋は平成30年7月5日により流出いたしました。私たちは改めて大雨の豪雨の恐ろしさを痛感しないであり、大南橋流出後愛媛県におかれましては災害復旧事業に向かう基本協定を締結し、大津市から愛媛県に対する協力災害の法律として付着いただき、新しい大南橋の完成に向けて総力を挙げて復旧にあたっていただきましたことに改めて深く感謝を申し上げます。また大川地区の皆様には迂回路を利用せざるを得ない状況となり大変ご不便をおかけいたしましたが、地元の皆様方と一緒に本日の開通式を迎えることができたことを大変嬉しく思っております。この大南橋の開通により大型車両の進行が可能となるとともに、治水場の安全性や利便性が格段に向上することとなりました。さらに8歳の地域の皆様と協力して進めております大川地区災害復興計画の推進に一層の弾みがつくものと考えているところであります。また例年大津市三世代交流研修会で子どもたちに餅つきの指導をいただいている行田の地域おこしの団体である矢倉会の皆様から本日の大南橋開通式を実施いただいた持ち負けにつきましては大変残念なことで、新型コロナウイルス感染拡大防止のために実現できませんでしたが、本日の式典会場である大南体育館の清掃や会場周辺の環境整備に地元有志の皆様がご尽力いただくなど、災害からの復興に対する住民の皆様の熱い思いに心から敬意を表す次第であります。今後も市民の皆様の力を合わせて災害からの創造的な復興を成し遂げるとともに、地域の特色を生かしながら安全性や利便性の向上に資する道路や堤防整備を進めてまいりたいと考えておりますので、皆様方のお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。結びに本事業によって大切な土地をご提供いただきました工事期間中多大なるご協力を賜りました地域の皆様、また積極的な利用の推進を賜りました愛媛県国交局、工事にご尽力いただきました関係者各位に心から感謝を申し上げますとともに、本日ご臨席をいただきました皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ式辞といたします。令和4年6月24日、大津市長、二宮と申します。本日は本当にありがとうございます。
セット、これもあの、まあ、全部ではないですけども似たような形の写真も含めてですね掲載しておりますので、こちらのスクリーンが見えにくい方はあのこちらの方のパンフレットもご参照しながらですね、経過報告を聞いていただけましたらと考えています。まずあの被災前の大鳴橋でございますが、大洲市の南東大川地区に位置しまして、一級河川肱川を挟んで並走をします国道197号主要地方道小田川辺大洲線を結ぶ橋長 117.7m の橋梁でございました。車道橋と歩道橋が分離した構造でございまして、車道橋はですね1972年今から50年前に建設されてございます。で、歩道橋につきましては1988年今から34年前に建設された橋でございました。被災当時の気象状況でございます。被災当時の気象状況につきましてはですね、平成30年7月の5日から8日にかけまして西日本に停滞していた梅雨前線でございますが、台風7号の影響を受けまして県内全域に非常に暖かく湿った空気をもたらしまして記録的な大雨となりました。一級河川肱川におきましては上流の鹿野川ダムの上流域に450ミリ、野村ダムの上流域で600ミリを超える降雨を記録いたしまして、大洲市では約1372ヘクタールにも及ぶ被害が発生するなど広範囲で浸水被害が発生してございます。大洲市大川の森山地区から鳴野地区にかかる大鳴橋付近におきましても、この豪雨により肱川の急激な水位上昇が発生しています。次に被災のメカニズムについてご説明いたします。肱川の洪水により水位が表面上までですね上昇しまして、橋桁全体に流水による圧力が働きました。それで想定外の力が橋脚に加わり、上流側から破壊が始まり、最終的には橋脚が耐えきれなくなって倒壊、橋脚の倒壊により全ての橋桁が流水したところでございます。これはあの実際の被災の状況でございますが、橋脚の2基が根元のところで倒壊、橋桁が流出しまして、全橋が被災している状況というのが確認できます。流出した橋桁でございますが横断方向に横たわり流水を阻害したほか、ねじれ、たわみなど変形で原形をとどめていませんでした。また2基の橋脚につきましては根元付近で倒壊し、内部の鉄筋は全て破断、流水による破壊力の凄まじさを物語っているような状況でございます。災害復旧に向けては被災直後には国土交通省から本省査定官を派遣していただきまして、緊急調査を実施していただきました。その後大洲市から要請を受けまして復旧計画の検討や本省協議、災害査定復旧工事の発注監督などの業務をですね県が自宅いたしまして早期復旧に取り組むこととなりました。復旧方針としましては、通常災害復旧事業は同じ場所に同じものを作って復旧する原型復旧というものが基本でございますが、今回の被災は肱川の洪水流量の増大というのが原因でございまして、原型復旧で同じ規模の洪水流量があった場合にまた被災してしまう恐れがあるため、今回の洪水を対象とした稼働断面を確保した高さに桁下高さを上げて復旧することとなります。また道路の構造としましては福音は接続する道路も合わせ車道を4メーターから5メーターに拡幅してございます。また分離構造となっていました歩道と車道、これを一体化して、施工する計画となりました。架橋位置でございますが、以前の大鳴橋の位置では桁下高を上げた橋梁の高さに合わせまして接続する国道とか県道、こういったもののかさ上げ行為であるとか県道周辺の住宅地の移転、そういったものが必要になるなどの課題がございました。このため経済性であるとか早期復旧の観点から検討した結果、元のあった橋の肘よりもですね185メーター下流側の方に新しい橋を架設する計画となります。
橋梁部と取り付け道路を合わせました休園地を取りましては 301.2m でございます。次に以前の大鳴橋と新しい大鳴橋を比較しています。橋上は 117.7m から、新しい方が 198.7m 長くなっております。先にご説明しましたように下座下の高さが高くなってございます。次に工事の流れを簡単にご説明します。まずは橋脚を支える場所打ち杭の施工でございます。写真は掘削の様子、杭の骨組みとなる鉄筋加護を吊り下ろすような様子でございます。鉄筋加護を吊り下ろした後はコンクリートを打ち込み、橋台や橋脚を支える場所打ち杭が完成いたします。次にこの杭の上に橋脚を作ります。写真は橋脚の骨組みとなる鉄筋の組み立てような様子です。ここからコンクリートを打ち込み、写真のような橋脚が完成いたします。次に完成した橋脚と橋台の上、橋脚と橋台の上にクレーンを使って橋の本体となる、構成のですね、桁、これを仮設いたします。桁の仮設が終わりますと、桁の上に床板と言われる車や人が通る部分をコンクリートで作ります。最後に床板コンクリート上にアスファルト舗装をして完成というところでございます。最後になりますが、大鳴橋災害復旧工事を実施にあたりましては、お力添えをいただきました地元関係者の皆様をはじめ関係機関の方々に厚く御礼申し上げます。今後はこの大鳴橋が大川地区の復興計画の根幹となり、30年7月豪雨災害からの創造的復興に向けた一助になりますことを心より記念申し上げまして、工事の経過報告とさせていただきます。以上でございます。テーマであるということは何ら変わってはありません。
しっかりと市とも連携しながら、治水対策をしっかりと県の立場でも行ってまいりたいと思います。また大成橋の活性というのはまさに復興が進んでいるというシンボルではなかろうかな、そんなふうにも思います。その結果を受けまして、現在絆を内容全員で展開していくということでありますけれども、内容は足や力強く進んでいるんだという情報発信にも結びつく絆も大いに盛り上げていきたいというふうに思います。先週は地域の皆さんが自主企画でやられているイベントをいくつか回らせていただきまして、最後は大津で一泊させていただきました。今日もせっかく大津まで来ましたので、大成橋の開通渡り初めの後は、大津や西予市あたりを回って、夜は県庁の有志に声をかけてますので、向かい線に乗ろうかと思っています。こうしたことも PR になると思いますので、今後乗り越えてさらに未来に向かって進出していきたいと思います。工事は取水機もありましたので、大変難工事だったと思いますけれども、工事事業者の皆さんの頑張りにも心から感謝を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思います。おめでとうございました。皆さんおはようございます。おはようございます。衆議院議員の長谷川淳でございます。大成橋の開通式、誠におめでとうございます。またここに至るまでの間、急にご尽力をいただきました、大津市長はじめ大津市の皆さん、また工事を受託いただき、ご尽力をいただいた愛媛県の皆さん、また多大なるご指導をいただきました、国交省の皆さん、そして何より、ご協力いただいた地元の皆様方、工事関係者の皆様方に心から敬意と感謝を申し上げさせていただきたいと思います。私もちょうど4年前の豪雨災害時には、私も副知事経験者ということで、現地の支援に入れということで、この大川地区の被災現場も見させていただきました。橋脚橋梁すべてが流出していますという光景は私も未だに料理を打たれることはありません。また候補者という立場で、地元の新山勝下副議長さんとともにですね、大川の皆様方と意見交換をさせていただきました。当時家の2階まで浸かるような大変な浸水被害に遭われて、また生活場所として使った大成橋が使えなくなって大変ご不便な思いをされていた。そして一日も早くこの橋を開通させてほしいという切なるお話を聞かせていただきました。よりこの日を待ち望んでおられた地元の皆さん、本当にこれまでのご苦労大変なことだと思います。ここからご喜びを申し上げさせていただきたいと思います。その間ですね、私は候補者という立場でしたので、山本純三予算委員長にこの工事関係、本当に国との橋渡し役にご尽力をいただきました。そうした中でこれからいよいよ創造的復興、この生活橋としての大切な大成橋が開通し、また地元の皆さんが復興に向けてさらに歩みを進められるようにですね、私どもも国そして県市がしっかりスプラを組んで、大川の皆様方の復興のご支援、お手伝いをさせていただきたいと思います。また復旧復興も大事ですけども、やはり事前の防災対策、水災策も重要であります。堤防整備を進めれば、また内水の排除の問題もございます。安全安心な、そして活力ある大川地区、そして大津市の町づくりに向けて、私どもも国政の立場で全力でお支えをさせていただくことをお誓いを申し上げます。本日の開通式を契機に、さらに大津町の皆さんがここに向けて歩みを進めていただきますように、また皆様方がまた復旧を求めて、心一つに力を合わせて進まれていくことを記念申し上げ、御三市の皆様方のご返信をお祈り申し上げて、お祝いのご挨拶をさせていただきます。
本日は誠におめでとうございました。皆さんおはようございます。おはようございます。ただいまご紹介となりました山本です。今日は大変優しかった大成橋、先ほどの様子を見てまいりましたけれども、立派に感謝をいたします。ここからお喜びを申し上げたいと思います。この2年余りの朝にマスクをつけて、そしてコロナ禍で大変不便な生活を強いられ、加えて足が苦しかったということで、地元の皆さんにはこの生活も本当に大変だったろうなというふうに思いますけど、ようやく一つは解決ができました。皆さんと共に喜び合いたいと思います。今日はですね、選挙の真っ最中でございます。ここで選挙演説はしませんけれども、どうしようかというような話が、俺行くぜと。なんせ政治家というのはその地域に住む人たちの喜びも悲しみも一緒に体感をしていくことができるようだということで、あえて挨拶をおりまして、こちらに参りました。来てよかったなと思うのは、この当時のことを思い出しながら、でもこんなに素晴らしい状況になったので、再確認することがあります。被災直後にこちらに参りました。今写真で見ると懐かしい、懐かしくと言ったらおかしいんですけれども、思い出しましたけれども、もう教育キャンプから何か全部が流されて、こんな状態になるのかなと思いましたし、ちょうど地元の新山さんに当時の話を聞かせてもらって、一挙に難しさが上がってきて、そしてあれよあれよという間に顔が反乱して、足元にどんどん苦しがって、本当に心外の恐ろしさというのは、こういうのを改めてその後、私自身も補正担当という立場をいただきましたので、それでできる限りのことを言ってあげて、これは東京市長、大阪市の皆さん、県、そして国交省、それぞれの皆さんが力を合わせて興味を伝えられたということになりました。ここに、本当に早くも完成ができたということを嬉しく思っております。防災減災、地産地水というのはもう政治の基本であります。その基本を基本通りに動かすのはなかなか難しいです。なぜかというと予算に限りがあるから。でも限られた予算を最大限有効に使っていくためには、いかに危険な場所を一つ一つ減らしていくか、そのことが一番大事だと思います。私も大臣就任以来、たくさんの被害が全国で起きました。あちらこちらへと足を運びましたけれども、やはり防災対応ができているところの、できているところの被害というのは非常に低く抑えられているという現実を目の当たりにいたしました。ぜひですね、全力を挙げて、防災対応に、お二人なきように努力をしていきたい。しかも維持感というのも本当にあまりにもありますから、これをどう収めていくかというのが政治家の使命というふうに思っていました。皆さんのことをしっかりと心を一つにして、そして二度とこういう災害が起こらないように体制を身につけるということが非常に重要だと思っていると思います。ぜひこの大鳴る橋完成を契機にされて、これを最大限有効に使っていただくと同時に、そのそれぞれの自治体の地方のいざといったら地域ぐるみみんなで助け合うという、そういう防災の基本というのを実践をしていただければ、実践しているところをたくさん大勢でもあると思います。ぜひ皆さんの今後の防災に対してのご協力、ご支援というのもよろしくお願いします。私どももそのために全力を挙げることを改めて
大変おめでとうございました。本日は本当におめでとうございます。祝辞を述べさせていただきたいと思います。指導大鳴線大鳴橋開通式典にあたり、県議会を代表してお喜びを申し上げます。本日こうして開通式を迎えられましたことは誠に喜ばしく、これも関係機関並びにご出席の皆様方の熱意と努力の賜物であり、心から敬意を表しますとともに、改めてお祝いを申し上げます。ご案内の通り、平成30年7月の記録的な豪雨により、南予地域を中心に県下各地で土砂災害や浸水害、道路や河川の崩壊等大規模な被害をもたらし、ここ大川地区でも肱川の水位が上昇し、多くの家屋が浸水するとともに、大鳴橋が流出するという事態に見舞われました。それから4年、この度完成しました新たな大鳴橋は、地域の皆様の日常生活に生かすことのできない重要な橋梁であることはもちろんのこと、自然豊かな美しい大川地区で将来世代にわたって安心して暮らすことのできる町づくりに大きく寄与してくれるものと確信しております。また現在開催されております愛媛南予絆博では、南予癒し体験プログラムをはじめとするおもてなしにより復興への歩みの中で芽生えた全国の方々との交流や絆を強化するとともに、復興に向かって頑張っている南予の姿を PR するまたとない機会であり、交流人口の持続的拡大や地域経済の活性化につながりますことを大いに期待しているところであります。県議会といたしましては、今後とも社会資本整備や産業振興等を通じ、住みよい地域づくりのために全力を注いでまいる所存でありますので、皆様方におかれましても引き続きお力添え賜りますようお願い申し上げます。終わりにご列席の皆様方のご健勝ご多幸を心から祈念申し上げまして、お喜びの言葉といたします。令和4年6月25日愛媛県議会議長渡辺博史、本日は誠におめでとうございます。皆様方につきましては、改めてのご紹介を省略させていただきます。参議院議員山本博史様代理、秘書の高井明様、はい、おめでとうございます。愛媛県議会議員西田洋一様、はい、おめでとうございます。大洲市議会議長大野達志様ほか、大洲市議会議員の皆様、おめでとうございます。大勢の方々のご協力、ご尽力を賜り、会場にも多数ご臨席いただいております。この場をお借りいたしまして、厚くお礼申し上げます。ただいましょう。ご紹介いただきました大川地区会長の西山でございます。
一度大鳴橋開通式であたり、大川地区を代表して一言お礼を申し上げます。本日は公私ともに大変ご多忙中の中、内閣の特命大臣におられました参議院の根本先生、衆議院の長谷川先生、中村知事をはじめ、愛媛県大洲市から多くのご来院の方々をご臨席いただきました。正解のうちに及ますことを厚く御礼申し上げます。ご承知の通り、大川地区の住民の生活に欠かすことのできない大鳴橋が平成30年4月の豪雨によって流出いたしました。想定を超える大きな被害に私たちの生活は一変し、不便な日常生活に加え、雨が降るたびにあの時の恐怖を思い出し、不安な日々を過ごしておりました。あれから約4年、私たちの大砲である大鳴橋が本日の開通を無事迎えることができ、ようやく取り戻した日常生活に私たちは沖縄喜びに包まれております。これもひとえに関係者の皆様のご尽力と深く感謝をして申し上げる次第でございます。結びに大川地区といたしましては、本格的な復興まではまだ至りませんが、この大鳴橋の開通を機に大一歩であることは間違いないと認識しております。これを機にますます復興に目指して地域が一丸となって進めてまいりたいと思います。国はじめ愛媛県大洲市の皆様におかれましては、引き続きご尽力承りますをお願い申し上げまして、言葉足りませんが私の謝意とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ここで向かってます。武田議員がお疲れ様です。お疲れ様です。完成です。ようやく完成です、ね、完成です。ありがとうございます。ありがとうございます。あいにくの天気ですが会場に向かっております。松田議員さんと東議員さんです。どう一言おめでとうございます。おめでとうございます。完成しました。本日はおめでとうございます。はい、またよろしくお願いします。開通記念行事を始めさせていただきます。本日はテープカットの方法で福田正幸を行い、地元大川自治会様提供のエコ風景を飛ばす予定です。各の方との距離に配慮の上で、健康にご注目いただきますようお願いいたします。お待たせいたしました。ただいまより開通記念行事を始めさせていただきます。それでは大鳴橋の開通を指揮しまして、テープカット並びに福田正幸を執り行います。ここでテープカットと福田正幸をお願いしております皆様にはマスクを外していただき、エコ風景の準備中に到着していただきますようお願いしております。最初にテープカットをお願いいたします方々のお名前を申し上げますので、全員一気にお書きいただき、係のものから畳を受けてください。参議院議員山本俊一様の代理で、秘書の中井明様、政権時代議長渡辺博様、地方整理局長岩田徹子様の代理で、大津河川国道事務所長小竹亮様、続きます。
して津田の待機をお願いいたします方々のお名前を申し上げますのでください。大津市議会議長大野達樹様、愛媛県議会議員西田洋一様、大津市議会副議長新山克久様、大川自治会長西山忠幸様、大津市副市長徳永義弘、重田小学校代表、高等中学校代表森愛香さん、写真撮影をされる方はご準備をお願いいたします。準備が整ったようです。テープカッターの皆様はリボンをお持ちになったまま、津田の会議の皆様は紐をお持ちになったまま、記念撮影ができるまで少々そのままです。では私が大きな声でどうぞと申し上げたらテープに挟みをおいでください。また同時に貴様の紐をお聞きください。ご準備はよろしいでしょうか。本日大鳴橋めでたく開通でございます。どうぞテープカット並びに貴様が開かれました。盛大な拍手をお願いいたします。皆様ありがとうございました。テープカットと津田のサイトを聞いていただきましたご来賓の皆様、お取り入れますがマスクの装着の方をお願いいたします。準備はよろしいでしょうか。本日の大鳴橋開通おめでとうございます。どうぞこちらの鐘も鳴りました。皆様ご協力ありがとうございました。なかなかの見晴らしです。映しやるよ。映しやる。東に、はい、どうですか、お母さんは。お母さんはすごく高いですね。高いですね。ありがとうございます。
してた、ありがとうございます。映したり映られたり。こちらから流出した旧大鳴る橋の木が見えます。撮影中村知事です。議長、お疲れ様です。どうでしょうか。ありがとうございます。いや、立派な話ができて良かったと思います。ありがとうございます。はい、はい、今年会大野議長でした。また元来た道を戻ります。市長、どうもお世話になります。ちょっとここ前に、この前、この下がいいか。すいません、二宮市長さん、一言、このクズ生の下で、はい、お願いいたします。はい、
新しい大鳴門橋の開通、本当に嬉しく思っております。地域の皆様には大変ご苦労をおかけいたします。大沢地区の総合的な復興に向けて、一つの切り塚になるのではないかなと思っているところです。本当に今日はおめでとうございます。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。はい、失礼します。はい、皆さん、記念写真を撮ります。大鳴門橋完成の式典と渡り初め式典でした。完成して復旧した大鳴門橋、ここを中心にこの地域のさらなる復旧復興が進んでいくことを祈っております。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。